何かいいクエストはあるかな。やっほー。ああ、ストレア、もしかしてクエストを探しに来たのか。うん、面白そうなのがあったらやろっかなと思って。俺もちょうど何かないかって見てた。ほんと？それじゃあ一緒に行けるクエストを探そうよ。ああ、そうだな。これなんてどう？なんだそのクエスト名は。討伐系のクエストみたいだね。そういうことか。どうする？お肉だよ。よし、このクエストをやろう。そうこなくっちゃね。それじゃあ行こうか。やあ、どりゃー。相変わらず強いな、ストレアは。うん、強ければみんなを守って安心させてあげられるし、それが MHCP メンタルヘルスカウンセリングプログラムである。それにせっかくアバターに入っているんだし、ユイに負けないような魅力でも癒さないとね。そっか、ストレアは未使用だったプレイヤー ID に上書きする形でアインクラッドに構築されたんだよな。そうそう、このアバターを使って剣と魅力でみんなを癒すんだ。癒すね。あれ、なんだか納得してない感じ。そんなことないぞ。ユイとストレアには日頃から癒されているよ。ストレアの癒しは大体が無邪気に抱きつかれたりなんだよな。嬉しいな。それじゃあ早速また癒してあげようかな。いや今はその必要はないって。全然疲れていないし、すっごく元気なんだ。そっか、残念だけど元気でいてくれるならそれで十分かな。それよりもさ、早いとこ討伐を終わらせて肉にありつこうぜ。そうだね、引き続きクエストを頑張るぞ。ふぅ、やったね。こんなにたくさんのお肉が手に入ったよ。頑張った甲斐があるな。また私が料理の腕を振るうチャンスだね。ストレアの料理か。そんなに印象的だった？斬新ですごく個性的な見た目だったからな。それでいて予想以上に美味しかったこともちゃんと覚えているよ。こっちでもまた作ってあげるからね。なあ、楽しみだな。完成したらユイにも食べさせてあげようっと。ユイもきっと喜ぶよ。二人とも仲良しだよな。これも全部みんなに守ってもらえたおかげだね。ストレアも俺たちの仲間なんだから放っておくなんてできるわけない。あの時のことは決して忘れないよ。ユイと同様にストレアもアイテムオブジェクト化してアインクラッドから連れ出すことができた。みんなとまた会えるって分かった時は嬉しくて涙が止まらなかったもん。そうだな。とにかくストレアは俺たちと一緒にいるべき存在だってことさ。うん、こうしてまたみんなと一緒にいられる私は幸せ者だな。みんなも同じ気持ちだよ。それにユイのそばにストレアがいてくれれば安心だ。ユイのパパだもんね。お、ユイは大事な娘だ。私にとっても大事なお姉ちゃんだよ。一応そうだけど。それじゃあ。やめてくれって。ストレアにそう呼ばれるのはやっぱり。まだ慣れないの？でも名前で呼ぶ方が好きだし、まあいい。じゃあこれからもよろしくね。いや、ユイ。あ、パパ。何をしていたんだ？街を探索していました。広い街なので、まだ全然回りきれていませんが、美味しそうなレストランや、品揃えのいい店など、見つけられたら、皆さんにもお知らせしますね。それは助かるよ。ユイはいい子だな。じゃあ、これから一緒に街を歩こうか。いいんですか？もちろん。
俺もユイといたいしさ。わあ、嬉しいです。それじゃあ一緒に歩きましょう。無事お部屋に到着です。気がついたら結構な時間歩いていたな。ユイといたから時間が経つのを早く感じたのかもな。私もです。楽しい時間というのはあっという間ですね。だな。ユイの嬉しそうな顔を見るとこっちまで癒されるよ。私は MHCP メンタルヘルスカウンセリングプログラムですから、心を癒すというのは私のお仕事みたいなものです。いろんな人を癒しているもんな。ですが私自身、パパやママと出会わなかったらどうなっていたかわかりません。 SAO という負の感情があふれる世界で、私はどうすることもできず次第に壊れてしまいました。本来ならば私が皆さんの心を癒さなくてはいけない立場だったのに。でもそれは仕方のないことだったんだよな。強制的にプレイヤーとの干渉を止められていたんだから。そんな状態で皆さんの心の状況を見続けるのはとても辛かったです。そんな時パパとママに出会って私は救われました。今でもその時にパパとママからもらった思いは鮮明に呼び出すことができます。ですからこれからは私が皆さんを癒す番なんです。ユイに癒され励みになる人はきっとたくさんいるよ。はい、ですので頑張ります。それでですね、実はこの後とっておきのものを用意しようと思うのですが、お時間は大丈夫ですか？とっておきのもの？では早速準備に取り掛かりますね。待っていてください。ああ、うん。こうしてこれをこうで。何をしているんだろうな、ユイは。それからこうすれば。あ、できました。お待たせしました。ようやく完成です。お、何を作っていたんだ？それはですね、ドルル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 ル、ドラムロール。こういうのはどこで覚えてくるんだろう。じゃーん、肉じゃがです。肉じゃが？はい、ママからこっそり教わりました。へえ、すごいじゃないか。家庭の味なんですよね。なので肉じゃがを選んだんです。ママ直伝のお醤油味を再現したのがポイントなんですよ。さあ食べてみてください。よし、それじゃあ早速いただく。どうぞどうぞ。いただきます。うまいな、これ。お口に合ったみたいですね。よかったです。娘が作った肉じゃがを食べるなんて、これ以上の幸せはそうそうないぞ。癒されましたか？相当にな。ほら、ユイも一緒に食べよう。はい、ではお言葉に甘えて。本当にありがとうな、ユイ。どういたしまして。でもこれで終わりではありませんよ。パパにもママにも、そして皆さんにも、もっともっと笑顔になってもらいたいです。よし、それじゃあユイに笑顔にしてもらった分、俺たちもユイをもっともっともっと笑顔にするから。はい、みんなで楽しい時間を過ごしましょう。